三姉妹のとある休日に密着。妹たちはブランコに揺られて大はしゃぎ。こんな時はお姉さんの出番。妹たちの面倒はしっかり見ています。みんな活発で本当に仲良しなんですね。次に向かった場所では可愛い馬たちが待っていました。興味津々のサラちゃんに対しマリンさんはちょっと怖そう。貴重な時間を満喫した姉妹揃っての休日。せっかくの機会なのでフィギュアスケーター同士お互いをどう思っているのかを姉妹に聞いてみました。目標の選手で、なんかミュウは飛べなかったらすぐなんか嫌になるっていうか、なんか飛べた時は嬉しいけど飛べてない時は嫌な気持ちになるけど、マリンは飛べてなくていつも笑ってる感じだから、なんかそれ褒め言葉なんか何かいいなと思って。タイチはになんか新しいジャンプとか飛ばれたらこっちもなんか早く追いつきたいって思うので、いっぱいそのジャンプをもっと頑張って、ミュウとかサラにしたら多分その今ミュウが言ってたようにマリンを目標にしてやってくれてるから。そうなんです、あのサインもらってもいいですか。みんなでなんかサインを分かった。紙飛び持ってないんですけど分かったから、いいですか。うん、話忘れたやんか。イエーイイエーイイエーイ。何やったっけ。そうそう、だからみんなでライバルライバルライバル心を持ってできるのでやっぱりいいと思います。